たしました。キャノンフォトハウスオンラインライブ、私流の写真、写真家野町和義へようこそ。本日は、こんばんは。本日は写真家でいらっしゃいます野町和義さんをフォトハウス銀座にお迎えしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。どうも。もうすでに170名の方がご覧になっていらっしゃいます。はいはい、ご視聴ありがとうございます。早速こんにちはというね書き込みもいただいております。ぜひ感想ですとか野町さんへのメッセージですとかチャットに送っていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。実は今日私が着ておりますのが、野町さんの写真で作らせていただいております、はい、フォトハウスの T シャツでございます。ウユリですね。ウユリでございます。ちょっと懐かしいな。フォトハウスにいらっしゃる際はぜひスタッフの T シャツにもご注目いただければと思います。こちら大人気で皆さん売ってるんですかとか聞いてくださいます。撮影がね2011年かな。はい、うん、もう10年以上ですね。そうなんです、ね、もう今マスターピースですもんね。当時だからねウユニの人気っての始まりかな。その頃はねスタートの写真でございますね。うそうでしたね。ありがとうございます。早速ではございますがお招きいたしました野町さんについてご紹介させていただきます。野町和義さんは木島隆さんに支持された後1971年からフリーランスの写真家として活動されていらっしゃいます。1972年のサハラ砂漠への旅をきっかけにナイル川やエチオピア、アフリカを広く取材なさるようになりました。1980年代後半からは過酷な風土を生き抜く人々の営みと信仰をテーマとして中近東、アジアなど世界中で取材を行っていらっしゃいます。またサハラ、ナイルなど多くの写真集が国際共同出版され東京、ローマ、ミラノ、台北など各地で聖地巡礼展が開催されていらっしゃいます。土門憲章、芸術選奨文部大臣新人賞などを受賞され2009年には紫綬褒章も受賞されていらっしゃいます。私どもキャノンは野町さんに F1 の製品プロモーションからお世話になっていますね。そうですね、1979年か80年に確か、ええ、キャノンずっとお世話になっております。ありがとうございます。最近ですと世界遺産カレンダーの撮影も、うん、そうでしたね。5年やらせてもらってコロナの直前まで、はい、確か、はい、2000年の1月にね、はい、ミャンマーに行ったのが最後でしたよね。ごめんなさい、2020年、ね、1ヶ月後くらいにはもう海外旅行なんて全くできなくなりましたね。本当にね、そのコロナ直前までの、ね、お写真も撮っていただいてカレンダーにしていただいておりました。う、ね、うん、また詳しいお話後ほど伺っていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。現在キャノンフォトハウス銀座大阪では時代を歩く写真家野町和義、私流の写真と題した特別展示を開催中でございます。野町さんが撮影されてきた写真作品十数点のほか、お使いになってきた機材、貴重なダミーブックを展示しております。店内では私流の写真をテーマにこれまでの写真家人生を振り返るインタビュー映像も上映しております。店内に置いております時代を歩くポストカードの裏面には店内で限定公開されているインタビュー映像をご自宅でもご覧いただける二次元コードがございますのでぜひお持ち帰りください。うん、今まさに映像にも出てますね。はいはい、カレンダーつないだね。いやもう表紙から美しいカレンダーを作っていただきました。いや楽しかったというか、とにかくこれ、はい、カレンダーの企画がなければ、はい、まず行かなかったところが大半なんですね。世界遺産の数々はちょっと僕の本来のフィールドってのは人間なんですよね。はい、まあ砂漠なんかもちろん撮ってますけども、はい、
でしかもこのカレンダー の, セレクションといいますか、はい、もう任されてましたんで行きたいところに行ったんですたくさん調べていただいて、それが結果的にね北極圏であったりとか、はい、オーストラリアもね僕実は行ってなかったんですよ。そうだったんですね。うん、オーストラリアも3回4回行ったのかな、うん、今回のこの世界遺産のカレンダーでオーストラリアも足を運んでいただいた。そうでした ね, ですね。ありがとうございます。実はちょっと野町さんの後ろにも映っておりますが、ええ、銀座の店舗の方ではヌバ族の写真を6点追加して展示を行っております。ヌバだけではないんです。ヌバは1点でね、はい、他はディンカとか、はい、とにかく南スーダン の, 牛と一緒にこう暮らしている人たちですね、はい、それを、2度行ってるんですよ、はい、左側のパイプくわえてるのがあるでしょ、はい、それは1981年に撮影してて、で右側のちょっと夕焼けの 赤いのがありますね。お写真ですね。こちらが、2012年かな、内戦が終わった後に行ってるんですね、はい、うん、今回この銀座だけが追加で置かせていただいている写真ではあるんですけれども、はいはいはい、厳選して選んでくださったということですね。そうですね、6枚でしたっけ、はい、ちょっと躍動感のある写真にと思ってね、確かに選んでます。そうですね、皆さんぜひ店内中央の展示をご覧になるときには合わせてこのイーゼルで置いております写真もじっくりご覧いただければと思います。今回先ほどお話しさせていただいた店内インタビューのお話も伺いたいなと思っております。こちらが実際にポストカードになっている時代を歩くのはがきなんですけれども、うんうんうん、こちらの裏面に QR コードがついていて、ああ、そうですね、はいはいはい、ご自宅でもご覧いただけるようになっておりますので、まあ、店内でちょっと長く時間取れないわっていう方はぜひポストカードお持ちいただければと思います。今回このインタビューの動画の撮影にはどのくらい時間がかかったんですか。いやー、ずいぶんねこれ5時間以上やったと思うんですが、5時間以上話いただいたありがとうございます。最後はだいぶ下手りましたね、本当ね疲れちゃいますよね。だいぶ下手りましたね。もうまさに猪町さんの人生についてですとか。そうですね、うん、結果的に高校2年の時に、ね、はいはい、キャノネットを買ってもらって、はい、そこからの話ですから、60年分 の, 写真との付き合いのもう断片的にこうね、そうですね、皆さん話させていただいたんですけどね、どのエピソードも面白くてもうみなすごく皆さんねじっとご覧になってますので、なるほど、まあ、ぜひゆっくりねご覧いただきたいなと思っております。まあ、多分ちょっとね、はい、僕のこう体験というかあるいはちょっとこう型破りなのかもしれませんね。そうですね、国内ではまあまあ撮ってもいますけども、はい、だから20代30代40代くらいまでってのはほぼね1年のうち半分は旅行に出てるのかね。そうですね、そういう写真家人生でしたからね。もうほとんど海外にサハラでもね800日以上過ごされたりですとかお話出てましたもん、ね、そうですね、だからね行ってる国っていうのは確か90カ国ぐらいなんですが、すごいですね、いやそれ以上にね繰り返しで、ね、通ってるんですよ。サハランであるとか、はい、エチオピアであるとかモロッコ、まあまあチベットなんかもそうですよね。まあですから気に入ったところに繰り返し足を運んでまあ、人との関係もねこう深まっていくし逆にこう時代も見えてくるっていうそういう取材の仕方だったのかなと思いますけどね、そうですね。実はもう私たちの後ろにも見えているんですけれども象徴展示といって私ども特別展示を行う際は4枚写真を
置かせていただいております。今回特別に一周回った映像を用意しております。こちらの4枚の写真のセレクトは野町さんの？そうですね、まあ、かなり変化を持たせて、はい、色といいコンポジションといいね、はい、一点は確かモノクロだったはずだし、ね、今次に見えてくる、まあ、まあ、私これまでやってきた中で気に入ってる写真ですけどね、どれもね、うん、ちょっと店内から見た展示、また店の外から見ていただいた時の展示でまたこう印象が違うのも面白いですよね、うんうんうん、面白いですねこれね、4つの方角でこうして見せてるわけだ、はい、そうなんですなのでぜひぐるっと一周回っていただきたいなと思っております。はいはいはい、そんな特別展示のお写真の話を、まあ、今日は数点伺いたいなと思っております。はい、今日はちょっと数枚選ばせていただいたお写真なんですけれども、一緒にご覧いただければと思います。ではまず1枚目のお写真お願いいたします。まずはこちら、はい、サハラのお写真ですね。いやこれはね忘れないですね。そもそも、このオアシスに着いたの時っていうのはもうこれ本当に田舎なんですね、はい、もう日が暮れててほぼ、はい、方向感覚のない時間なんですね。真っ暗なんです。で泊まるところもなくて、はい、ここに暮れてると小学校の先生っていうのが来てね、はい、じゃあ学校に泊まればいいってんで、はい、少し走って校舎に着いて、はい、勇敢で雑魚寝なんですけどね、はい、で翌朝起き出して、見たこれ庭学校の、ね、小学校の、ね、庭先の光景なんですよ。すごいちょうど少年がヤギを放牧に連れ出しているところですね、はい、いやだから、本当に、ね、息を飲むような光景で、すぐに教室に戻って、はい、ね、した友達と2人だったんですね、はい、で彼はまだ寝てて、はい、で彼はこれハッスルブラッドなんですね、66ですからね、200ミリつけてるのそこにあったんですよ、はい、だからそれ僕勝手に持ち出して撮って後でフィルムを頭もらったというか、うん、分取ったんですけどね仲良しのお友達で、いやすごいこれいい条件でしょ、はいはい、時間も全くこれこの時間しかないね、砂丘ってこれちょっと日が高く昇るともうベタッとしたしてね、はい、絵にならないんですが、絶好の時間帯ですよねこれね。しかも空は抜けて真っ青だし、はい、またね手前の先ほどのねヤギの放牧をする男の子なんかもすごくねこう風情があります、ね、いや本当にね本当に朝目が覚めて起き出して真っ先にこう目に入った光景なんですね。不思議ですね本当にね。呼ばれたみたいですね、うん、ねえこうやって出会うもんなんですね。で出会うのはいいんだけども、はい、さっきもおっしゃったようにね確かに800日くらいサハラ、はい、何年も繰り返し行ってるんですけども、その後ねこういう条件には出会わないですね、うん、たった一度しか不思議なもんですね、あるいはどっかで見過ごしてるのかもしれませんけどね、はい、まあですから慣れちゃうとね、はい、逆にそのものが見えなくなってくるっていう、これはまあ我々写真家のね宿命でもあるんだけども、いやでももうそもそもサハラに興味を持たれたきっかけはどのようなものだったんですか？ですからアラビアのロレンスって映画ありましたよね、はい、映画もやっぱり広がり、はい、こんな場所があってこんな空間で人間が生きてるってこと
とこう突きつけられて、いや行けるものなら行ってみたいというね、まあ誰しも思うんだろうけども、はい、まあそれが我々行けちゃったというか、もうまあ、ヨーロッパに旅行に行った延長でこう入ったんですけどね、はい、何の抵抗もなく行ってしまったっていうことでしたね。その場所に行けるかどうかも、もしそのなんていう運命みたいなものがあるなら、もしかしたら運命だったのかもしれない。そうでしょうね、まあ、ですからその後、まあ、何度も言ってるんですけども、本当にねこう自分のこう体質に合ってるんですよ、砂漠というのは。この音のない空間であるとか、はい、満天の夜の星空であるとか、はい、あと人間がやっぱり、ね、すごいんですよね、はい、生きてるそのなんて言いますか、もう本当に熱風の中で強靭なこう生き様と言いますかね、はい、だから特にあの時代っていうのは、ほら日本なんかこう経済成長でどんどんこう変わっていく時代ですけども、ね、なかなか変われない人たちなわけですね、文化もね。なんかその強靭さに惹かれたのかな、生き様にも惹かれていらっしゃったんですね。ずっと通うことになりましたね。ありがとうございます。次のお写真も同じくサハラの写真になっておりますね。そうそう、これもですから、はい、同じに撮ったんですよ。先ほどのが早朝なんですね、はい、で起きに出してしばらくして、まあこれ午後かな、はい、まあ、手前日陰になってますけどね、はい、少年がこう歩いてるんですけども、これもねなかなか出会わないですね、その後ね全くでも色も違うように見えますね。そうそう、同じような情景をね撮ろうとしたことあるんですよ、はい、そう十数年後にね、はい、でもこうはいかなかったですね、やっぱね一期一会なんですね、うん、まあ、かなりアフリカの旅は過酷だったとインタビュー動画でも伺いましたが、過酷とか若いですからね20代でしょう。でも とにかく自由なんですよ、はい、ここに行けば。でその後ほら内戦とかいろいろね危険になってきましたけども、はい、この70年代から80年代にかけてもう全く平和で、もうどこにキャンプしようが、はい、まあ、こっち4人行くのを、ね、はい、ジープで行ってますから、はい、まあ、どこでも入っていけるわけですね。で音のない、先ほど言いました、はい、音のない空間で昼間暑いですよ、はい、で夕方日が傾いてくるに従って気温もどんどんこう 下がってきて涼しくなってくれる、はい、その、自然のこう摂理みたいなものをね体でこう本当に受け止めて、いやーやっぱり20代ですね、20代30代ですね、それがこう本当にこう身をもってこう体験できたっていうのはね、そうですね、若い時に経験できることっていうのは限られているかもしれませんが、もう十分以上にいろいろな、そう、それでね、はい、うん、60代半ばだったかな、はい、リビアに行ったんですね、はい、リビアの砂漠にね、内戦の前ですからまだ平和だったんですが、はい、砂の砂丘をかなり歩いたんですよ、はい、そしたらね膝を痛めちゃって、あらあら過酷な砂漠の歩き道、水が溜まって、はい、帰ってきたから水を抜きましたけども、まあ、ですから若い時の感覚でこう動いてるんですけども、体がもうついていかなくなってきてるっていうね、身をもって体験させられましたよ、それはね、そうですよね、まあ、ちょっとね若い時と感覚が変わってきたりもありますが、ですからね本当に長い時1年くらいいたんですね、はい、苦にならないんですよ、やっぱり体質に合ってるというかな、土地にすごく合ってたんですね、その体験ってのはやっぱ貴重でしたね僕にとってね。ミシュランマップを広げて
たくさん旅をされてきて。そうなんです、もう頻繁にこう開け閉め、まあ、こう折りたたまれてますけども、はい、大体破けてくるんですよね。で次に行くときはまた新しいの買うんですけど、まあ、それも破けて汚れてっていう、うちに何枚か残ってますけどね、それもね。もし差し支えなければぜひ展示品を、そうですね、持ってきますよ、ミシュランマップを増やしていただきたいな。もうね、僕はその言ってたその1970年代、はい、80年代、まあ、徐々にその舗装道路は伸びていくんだけども、はい、大半がもう砂の道なんですね、はい、で今のね最新版見るとね、ニジェル川ってありますよね、はい、あそこまで地中海からニジェル川までがね舗装道路がもうできてるんですよ。だから四輪駆動いらないんですよね。普通の乗用車で本当にエアコン付きの車で走れるっていう、うん、まあ時代ですねこれもね。まあ、まあその代わり昔みたいなねスリルはないでしょうけどね、はい、佐原のお話もたくさん聞かせていただいて、実はフォトハウスで特別展示をさせていただくにあたりまして、佐原の写真をまとめた写真集のためのダミーブックも展示をさせていただいております。実は戸町さんの手前に置かせていただいております。いやね、1976年かな、はい、うん、にじゃあとにかく作ってみようと思って、はい、写真集の出版を考えて、あ、もうだいぶ行かれてますけどもね、やったんですが、これカラーはですからインターネガを作って、はい、そこからプリントしてるんですね、はい、ネガプリントですから、もうだいぶ やはりカラーは色褪せてますが、モノクロは、はい、これも自分で、プリントをしてやったんですが、どれだっけな、うん、このページなんかですね、バラ板ですよねこれね、はい、ですからカラーはだいぶもう色は変わってますが、時の流れモノクロは全く、はい、元のオリジナルのままですね。すごいですね。先ほどねつぶさに見ると、はい、もうスポッティングなんかがすごいやってるんですよこれ。で本当に手の込んだ、これもそうですね、カラーとモノクロがね、こちらもだいぶ変色してますけども、これ実はね2冊あるんですね、はい、で今大阪に展示してるのは横開きなんですよ。あ、そうなんですね。それをね最初に作るんですよ、はい、当時ねエルンスト・ハースってご存じないかな、はい、写真家のザ・クリエーションっていうすごい素晴らしいこれ横開きの写真集があって、はい、それに影響されて作ったんですけども、まあでもやっぱり本は縦の方がポピュラーだってことで縦組にしたんですね。ですから編集ももちろん変えてますけども、はいはい、2冊作ったというね、そういういきさつがありましたね。まあ、まあまあまあ暇だったもんですからね時間あったから、いやいろんな思いが入った本ですね。で何よりも、はい、この本を平凡社って出版社ありますね、はい、そこにプレゼンで預けておいたんですが、はい、それをそのイタリアの、門田通りというこの出版社ですね、はい、有名な大きな出版社ですが、ここ の国際部長っていうのがちょうど来て、はい、見るなりこのダミーを見るなり、あ、これ出すっていうふうに即決してくれて、はい、でまあ最初イタリア版、まあ、その後、全部で 5カ国版出てますけどね、はい、英語版とか日本版フランス版も出てますけど、まあですから一番最初の写真集がそういう形で海外でも出たっていうのがすごい幸運でしたよね。もうまさにこのダミーブックが、そうなんですよ、このダミーの、ね、始まりの実に労力を費やしてるけど本当にその成果だったんですね。今ほらパソコンで、ね、そうですね、簡単に作れて、はい、プリントアウトすれば
すぐできちゃいますけども、これ11ですから、これプリントをしてスポッティングをして貼り込んでるんですね、レイアウトしてね。まあ本当によくやったなと。いやでも切れますけど、本当にこの近くから見ていると、もうまさにもうこのダミーブック自体が写真集なんじゃないかしらっていうくらい、いやページの迫力もそうですし、しっかり手の込んでてね。まあでもまあ時代を感じさせますよね、これだけ色が変わってますんでね。野町さんの写真家人生がもうそれだけ長く続いてらっしゃるということですね。そうね、まあまあでも やはりこれ最初の、はい、20代の一番こう入れ込んだサハラのもんですからね、はい、こういうことができたんですね。ダミーブックのご紹介もありがとうございます。はい、ありがとうございます。大阪のダミーブックもね、合わせて皆さんね、拝見していただきたいなと思います。そうですね重いんですよこれかなりページ数がございますので、ね、いやいや本当でもこうするしかなかったんですね、当時ね、本当にね。でもこのダミーブックが全ての絵を引き寄せてくださったんですね。写真集ってのは当時も今以上に難しかったしね、はい、なかなか出なかったんですけども、まあまあ非常に幸運なケースですね、そういう意味ではね。ありがとうございます。ちょっとフォトハウスで展示する際はガラスケースの中で展示しているので、はいはい、実際ちょっとめくっていただくことはできないんですけれども、じっくりご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。皆さんもコメントたくさんいただいております。ああそうですか、はい、そうですよ。すごい作品などのエピソード楽しませていただきますとおっしゃってます。だから何よりもその読者っていうのは、ね、国境はないっていうのがね、はい、この本最初の写真集で実証できたってことは僕すごいありがたかったですね。まあ実際この本が出たおかげでパリマッチであるとか、はい、ドイツのシュテルンであるとかね、結構いろいろ雑誌出たんですね、はい、まあですから、まあ、特にこのこういうテーマの場合ね、ヨーロッパがやっぱりの人たちの方が関心が高かったですね。さすが門田通りの方ですね。もうすぐにここの写真集を出そうと決めていらっしゃったようです。まだまだお話を伺いたいんですが、次のお写真がございますので次の写真お願いします。こちらも、はい、有名なお写真ですね。チベットのね、はい、西チベットのカイラスという聖地があるんですね、はい、その巡礼をとともに行った時の巡礼者の一人なんですが、はい、1990年ですね、はい、ですからまだチベットがの旅行というのは非常にこう厳しい難しい時代なんですね、はい、特別の許可がない限り行けないっていう、しかも最果てなもんですからね。だからこの時にどういう旅行だったっていうと、はい、四輪駆動のランドクルーザーだったんですね、はい、それと食料ガソリンをつかコック付きでコックさんも、はい、それを積んだ東風東の風っていうトラックがあるんですね、はい、中国のね、はい、ポピュラーのトラックなんですけど、はい、大型トラックで、それが一緒にそれに荷物を満載して、はい、行ったんですね。そうするしか旅行ができなかった時代なんですね。ガソリンスタンドがそうそうあるわけじゃないから持っていかなくちゃいけなかったんですね、でこれはね、この少女はこれ、まあ、乾燥よけの、はい、そういう化粧をしてるんですが、はい、この黒い部分ですね。そうですね、まあまあこれはチベットの、はい、特にその標高の高いところでは、はい、よくみんなやってるんです、女性たちがね、はい、それで巡礼に来てて、まあ非常にこう強いイメージの写真なんですけどね、はい、うん、
つけてるのはトルコ石ですか、あれね。あ、髪飾り見えますね。うん、すね、あの青いのはそうですね、確かね。赤いのはサンゴですね、あれね、確かね。すごく彼女の目がまっすぐで、鑑賞してる私たちまでちょっとこう見つめられてるようなドキドキする感情が湧いてきますね。まあ、チベットは随分あのほぼ全域を巡ってますけどね、はい、いい時代に本当に旅行できて、はい、もう今全くダメじゃないかな、ほぼ、まあ、政治的な理由で、いけないんですね。このカイラスの娘は野町さんの海外の写真展のプロモーションにもそうなんですね出てましたね、これね。あのイタリアローマで大きな写真展やってもらった時に、はい、これローマ あの有名な無名戦士なんかですかね、はい、あの世界遺産にもなっている、はい、超一級の観光地の、はい、その前をこう走ってるハトバスですよね、いわばね。そうですね、その、はい、背後にこれが描かれてるんですが、あの旗なんですが、全然ねこれその主催者から教えてもらって なくって、たまたま見つけたんですよ。で見てたら他にも走ってるし、はい、3台4台5台くらいこう見ましてね。でノーマーチってこれほら誰も知らないんだろうし、う、ね、あの少女の名前なのかと思ったんじゃないかと思いますけど、はい、イタリア人はね。そうですね、あのお顔の下にちょうどね、そうそうそう、ノーマーチさんのノーマーチが入ってますよね。そうそうそう、本当あの下にあの写真展のスケジュールに入ってるんですけどね、はい、確かにそうですね、小さい文字で見えますね、うん、走ってるバスやね、それは読めないし、そう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 、そうですね、あの彼女の眼差しはやっぱり大きくプリントされても強くて、なんかこう見つめちゃいますよね、まあ、確かにこれね、この写真があの展覧会全体のイメージ映像になってましたけどね、はい、ありがとうございます。続いてのお写真でございます。あこちらはもうあの説明不要かもしれませんね。まさにあの先ほどちょっとお話にも出させていただきました、私どものキャノンのフォトハウスの制服のプリントもこちら上にの写真を使わせていただいております。実はこの写真は EOS60D で撮影されたんですよね。そうなんです、これがねちょっとありえないストーリーなんだけど、はい、僕が日本を経った翌日かな、はい、で皆さん の責任者が、はい、野町がどっか行くっていう話を聞いたんだけど、はい、っていうことで60年を持ってってほしかったみたいな話だったらしいんですね、はい、でしょうがない、もうボリビアについてますんで、はい、探したんですけども、 ありがとうございます、60年を探してください、ネット見るとねどこでももうニューカメラっていうふうに、はい、出てんだけども、ボリビアもないしペルーにもないですね。でしょうがなしに、はい、マイアミにアメリカの、はい、行けばちゃんと売ってるっていうのが分かったんですね、はいはい、で、ボリビアに来てるフライトっていうのはマイアミ発なんですね、はい、アメリカン航空っていうのは毎日飛んでますけど、はい、じゃあしょうがないマイアミに帰るかってんで、ありがとうございます、じゃあこれラパスっていう、はい、ボリビアの人は標高がね4000m以上あるんですね、はい、でもうちょっと到着してフラフラしてる状態で、はい、もう一回海抜0m のマイアミに戻って、はい、でまた4000m のラパスに戻ってくるっていう、トンボ返りみたいなアクロバットをねやらされたというそういう一つの成果なんです、これはね、ご迷惑をおかけしました。まあまあでも、ね、このタイミングっていうのはねなかなかないんですよ、この雲 この出るタイミングっていうのは、はい、ですからあるいはこの60デーを、はい、
マイアミまで買いに行ってなければ出会ってなかったかもしれませんね。ああ、これはね、そうおっしゃっていただけると、私どももとても嬉しいです。まあ、そもそもここがほら標高3500、はい、ね、富士山の山頂と同じですから、はい、だからこういう異次元のこう空間が生まれるんですね、はい、これ雨季なんですよね、はい、雨季で水が本当は5センチくらいこれ溜まってるからこういう状況になるんですけどね、まあ、ですからちょっと日にちが変わってれば、はいはい、雨も降るし、そうですね、また別の雲行きになりますからね、実は歩いてる男性のシルエットの方も野町さんのガイド、そうガイドにちょっと歩いてくれてんでこれ視点が高いでしょ、はい、これ車の屋根の上に僕は乗ってるんですね。そうなんですね。でこうそうしないと、まさにちょっとこの時は夕焼けの写真ですけど、これは別条件ですけどもね、常にこの車のボネットじゃない屋根の上にこう乗っかって撮るっていうのがもう、はい、ウィニーの撮影ではね、セオリーになる、セオリーというかこれなしではやっぱりちょっと視点が取れないですね。やっぱ屋根の上から撮ってらっしゃった写真だったということなんですね。で、はい、動画もあると思うんですけども、そうなんです、実はウーニーの動画もあるんですけれども、実は後ほど、ああそうなんだ、はい、そうなんだ、はいはいはい、サハラの動画もございますので、はいはいはい、その時にもう一度ちょっとウーニーのお話伺いたいと思います。こちらの特別展示のお写真、最後のお写真がこちらでございます。あ、はいはい、こちらアイスランドで撮影していただいた写真ですね。冒頭でもおっしゃっていらっしゃいましたが、このキャノンのカレンダーの、そう実はねこれ、はい、これ実はカレンダーじゃなくてね、はい、ヨス R のキャンペーンで撮影に行ったんですね。はい、で撮影した1年後にねこれ世界遺産になったんですよ。これはそうだったんですね。じゃあこれも使おうということになったんですが、これはアイスランド以外ではちょっと考えられないような地形なんですね、はいはい、氷河が海抜0メートルのところまで落ちてきてるんですね、はい、でそこに湖があって、満潮になるとそこに潮が引くんですね、はい、で潮が引くと同時に氷を持って、はい、海にこう運んでくるんですよ、はい、それがこう打ち上げられてるんですが、まあ、これ7月なもんですから、はい、達成したのがね、はい、まだアイスランドっていうのもまあまあ暖かい方ですから、はい、こういうふうに小さくなってますけども、氷もちょっと小さく映ってますね。秋とか冬になりますともっとすごいのがね、大きな氷がそのままカレンダーにも使いましたけども海に引き込まれてこう流れていくんですね。そうですね、イオス R のカタログでも撮影をされて、ね、何よりも、はい、これなぜこんなに氷が透き通ってきれいかっていうと、はい、もちろん長年圧縮された氷河であって、はい、ポリであるってこともあるんだけど、それ以上にですねこれ背後の砂が黒いでしょ、はい、黒いです。これいわゆる火山砂なんですよ。火山の噴火で出たその、はい、砂なんですね。ですから氷が入るっていうね、確かに際立ってこう見えてますね。そうなんですね。だからこれ日本の砂浜のような白い砂ですと全然こんな存在感にはならないわけですね、砂はね、氷はね、先ほどちょっとイオス R のお話伺いましたが、はい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 、こちらが、そうでしたね、そうでしたね、特別バージョンのイオス R、そうこれはまさに撮影風景ですとか、あれどこだっけな、ああこれね、まさにこれ氷の形がちょっと、ありがとうございます、変わってますけどもね、確かに他では見られないでしょうね。
この氷の存在感といいますか、しかもこれ朝、はい、あの朝だって白夜ですから午前3時頃ですけども午前3時頃、あの、はい、日の出ですね、はい、で背後あの赤い朝焼けの雲が見えてますけどもね、はい、そうですね、白夜はもう ずっとほぼ日が出ている状態ですもんね。もうですからね、我々やっぱりほらあの遮光線の朝夕の、はい、まあ、風景ですからね、はい、それを狙おうとするんですが寝る時間がないんですよ。もうすぐまた日が昇ってきてしまいます。ですからね、白夜1日2日ならいいけどもね、これ1ヶ月とか続くと、はい、あの体調がやっぱりねコントロールするのが大変ですね、そうですよね、なかなか寝るに眠れないですもんね、うん、どうしてもね、どうしてもその時間にやっぱり撮影になっちゃいますからね、という辛い体験です、ね、今回あのカタログもそうなんですけれども、カレンダーの撮影のためにもうちょっとこう短い期間でたくさんフライトもなさってたというのをフライトの数を数えてきていただいております。それをね、はい、今日これあのこのライブのために数えてきていただきました。うちから駅までのタクシーの領収書なんですね。その裏に計算してたら18便乗り継いでるっていう、そういうのがあったんですね。2ヶ月間で18便、あのね、あのこれ世界一周の、はい、ワンワールドジャルのね、はいはい、そのであれにしてもらったチケットなんですけども、あの日本からまずニューヨークに飛んでイングアス、はい、ブラジルですね、はい、行って戻ってイエローストーンに行って、あとあのシカゴから、はい、ロンドンに行って、はい、コペンハーゲン行って、グリーンランドに行って、はい、あとヨーロッパいろいろ回ったんですが、あの電車の中でこう思い出して計算してたらね、18回乗り継ぎまして、18フライトですね。まあまああのだから70、はい、超えて当時ですから、はい、70歳以上、まあ、後期高齢者ね、にはまだ なってないんですけども、なかなか楽しい旅行でしたね、これはね、なかなかあのタイトな、ね、撮影スケジュールの中、飛んで撮ってきていただいてありがとうございます。という体験もありましたね、先ほどあのウユニの際に動画のお話ちょっとありましたが、ちょっとウユニの動画から皆さんと一緒に、はい、拝見したいと思います。そうこちらはこれ、はい、音が出てないですか今。ああそうですか、はい、そうこれね、いずれ見えてきますけども、車の、はい、屋根の上に立ってんです。はい、ボンネットが見えましたね。でこれ雨季の条件で、はい、あの水が5センチくらい溜まってますんで、すあの水しぶきというか、はい、あのそこ出てますね。ボンネットがもう小さく見えますものね。これ実はね、あのスピードはゆっくり走ってるんですよ、はい、でなおかつねこれ本当に平坦なんですよ。あこれでうん、後ろを向いて輪立ちですね、これね、後ろと前の世界の、あの砂が、はい、まあ、溜まってるのをあの車輪からこうあのこう引っ掛けて、うん、ですね、はい、うん、あそこではもう雨降ってますね。そうですね、画面の左側奥は左側奥で、ね、雨が降ってますね。一方右は青い空と、そうですね、まあこれがですから標高3600メートルの、はい、あの土地ですからね、あの本当にあの平地では考えられないようなこう自然現象がずっと起きますね。そうですね。またこの時は近くにはな観光の方とかもどなたもいらっしゃらなかったんですか。いや広いですからちょうどどれくらいなのかな、はい、ちょっと全く出会うことはなかったですね、これはね、
この景色を独り占めできるんですね。そうですね、まあ、あの遊人でしかもう体験できない情景ですけどね、はい、これはね、いつか体験してみたいです。サハラの動画も実はご用意していただいてるんですよね。そう、あの、あ、これはそうですね、ここ、あ、はいはいはい、砂が流れているのが皆さんもご覧いただけるかなと思います。そうですね、あの風が、まあまあ砂嵐というほどのことではないんですけどね、これリビアで撮影したものなんですけど、はい、まあ、ご覧になれば分かりますけど、雑草一本生えてない、本当にもう極限の砂丘ですよね、これね、はい、まあまあ、あのいろんなものを見てます。確かにこの時使ったカメラは どのカメラだったんですか。これはマーク2かな、マーク3、マーク2かな、2009年です、リビアはね、マーク2ですね、マーク2ですね、確かね、マーク2からは動画もね撮影される。そうですね、あの結構撮ってますけどもね、あの発表する機会がないだけで、動画の中でもちょっとまとめて皆様にお見せしようかしらってね、ちょっとお話なさってました。そうね、まあでもそのつもりで撮ってるわけじゃないもんだから、どうしてもついでにね、あのシャッターを押してるくらいのもんですから、写真のようにはしつこくはやってないですね。どうしてもね、うん、その場のこの光景を撮るっていうか、ね、シンプルな思いなんですけど、まあ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 、そうですね、うん、実はあのさっきアイスランドのお話を伺いました時にライブ前に一通り盛り上がっていたパフィンの話をさせていただこうと思って置いてしまったんですが、うん、これすぐそばに、はい、こうものすごくたくさんいたんですね、パフィンが、はい、で確か取材の最後の方だったと思うんですけれども、ガイドを連れてってくれて、木で作ったあの階段がこうありましてね、はい、本当にもうすぐそばに巣があって、その階段 の、はい、あの下なんかにこう巣穴があるんですね、はい、あのこう穴を掘ってこう、そこで卵を産んでってやつけど、そこに全く物をしないんですね、人間はあんまり恐れないんですね、あ、そうですね、お口にいっぱいお魚も加えて、そう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 、可愛らしい鳥ですね。最初はあの撮影の時にはすぐにはたくさん見つからなかったんですよね。そうなんですよ、これこの場所に行って、あの本当にあの ここが生息地なんです、はい、この崖がね、まあ、全然だから人おじしないし、はい、そういう何、観光客が行けるようなあの場所に木の、階段をこう作ってるんだけども、うん、全く平気で、かわいい、まあ、あまり僕その野鳥とかね、はい、撮る方じゃないんだけど、これすぐ目の前でこうして演技をしてくれるもんですか。可愛らしくてつい去ったで、ね、これはもう撮らざるを得ないと。そんなあのパフィンの写真、イオサールのカタログにもね、ちょっとだけ載ってましたね。そうですよね。ありがとうございます。まあ、質問が来ています。あ、はい、還暦プラス2歳のアマチュアフォトグラファーです。野町さんのチベットの写真が大好きです。一つ質問です。年を取ると写真が理屈っぽくなると、お写真友達ですかね、うん、から言われています、うん、自分では感性で捉えて撮っているつもりなのですが、うん、野町さんは若い頃から現在までで撮影の変化は終わりですか。いや、あのおっしゃるその 理屈っぽくなるっていうの、はい、なんとなく分かりますね。そうです、やっぱりね、さっきの、まあ、サハラの写真でも、はい、あのライブでもいいんですけども、はい、体でこうぶつかっていってる、はい、その手応えをね、今こう見返してみると感じるんですね。だからね、まあですからやっぱり、まあ、若いからももちろんあるんだろうけども、見てるものがその
当然新鮮なわけですね。そこでこうなんか喚起されるものがこうあるんですかね。やっぱりあのおのずとこう踏み込んで撮ってたっていう印象ありますね、はい、思いがありますね。多分僕も理屈っぽくなってるのかもしれませんまあでもいろんなこう写真のことに詳しくなるとこう撮ったらより良くなるとか分かってくるからこそこうちょっと撮り方が変わることもあると思うんですけど、うん、そうね。まあでもねやっぱり読めちゃうわけですね、はい、あのだんだんほらあの場を重ねていくにつれてですね、はい、まあそれがだから逆にそこでこうひねったりとかいろいろあるのかもしれませんけどね。まあでも僕なんかもあの20代30代に撮った写真の方が今見てもこう新鮮なんですね、うん、まあまあ40代でもいいですけどもね。まあ、それと撮る対象もね、はい、もうどんどん変わってきてますでしょ。特に人間の場合ね、はい、もうそんなそのあの別の異文化の何かをこう見てるっていうようなものが、ね、視点がだんだんなくなってきてるんですね。向こうも変わってますでしょ。どこ行ったって今だってほら人間って前見るよりもスマホのこれを見ながらこう生きてる、うん、ね、変わりませんからね、どこ行ってもね。まあですからまあ僕なんかも年齢的な今から振り返ってみると20代30代、はい、まあ、40代でもまだいいか間に合ったかな。その頃見てたものの方がねもっとなんかこう原型を見てたような気がしてしょうがないですね。でも私からするともう最近撮られたカレンダーのお写真なんかもやはり引き込まれるものがあるし、こうぶつかっていってるんだな被写体にっていうのを僭越ながらの感じておりますけれども、まあカレンダーはねこれはまた別ですまた別ですかねありがとうございます、はいはい、砂漠ではレンズが砂だらけになりませんかという質問も来てますね。まあ確かにね今のカメラはねそんなまあまあそんな無茶しないですから今ね。だから5ヶ月いたとか1年いたとかって時はもう本当にもうヘリコイドを回すともう砂を噛んでる音がねこうしてましたね本当にね。まあまあそれよりもフィルムのほらフィルムの時代ですから砂が入ってね巻き上げでこう傷がついたりとかっていうのも随分ありましたね、はいはい、そういえばね。また今デジタルに変わってねその悩みももしかしたら違うものも変わってますよね。いやいやもうね確かに何百本というフィルムを持っていく必要なくなってるわけですね。これはもう変わりましたよね。荷物が下手して半分ぐらいになったかなっていう。あとほらX 線とかね、はい、全く気にする必要なくなりました。あ、そうですね。その点ではね随分デジタル化されたことで、はい、楽になりましたよね。そうですね。もう長くフィルムからデジタル使っていただいていて、うん、その変遷なんかもね動画の中でちょっと語っていただいてましたもん、ね、うん、まさにロングインタビュー動画はフォトハウスに行けば見られますかっていうご質問ありますが、うん、はい、フォトハウスご来ていただければご覧いただけますので、ぜひお近くのフォトハウスまでお待ちしております。気づいたらもう9時になってしまうんですね。早いもので、うん、ありがとうございます。本日は貴重なお話たくさん聞かせていただきましてありがとうございました。はい、本当時間ちょっと足りなかったですね。ちょっと申し訳ございません。本当ですね。今回私どもフォトハウスでも特別展示として写真を飾らせていただいているんですけれども、実は高知でも野町さんの写真展を開催しております。野町和義写真展地平線の彼方から、高知県立美術館にて2023年9月の24日まで開催されています。今も開催しておりますので、お近くの方はぜひ、また夏休みもありますからね、はい、ぜひ高知県まで足を運んでいただければと思います。
実は私も先日実際に、はい、伺ってきまして、実際にアルジェリアのタッシリナジェールの等身大の一種 の大きなプリントを体感するような大きさで見せていただいて、なんかやっぱりこう写真集で見るのも楽しいですしね。いやね、いずれも東京 の、 メーカーギャラリーでやってたものなんですが、はいはい、美術館の空間で、はい、見ますとやっぱり全然こう写真がこう立ち上がってくると言いますかね、はい、僕も今までやってた中でもう一番面白いというか、はい、見直しました。やっぱりこう展示空間のねスケールっていうのをね、そうなんですよね、大きい会場を2つ、第一会場、第二会場として使って215点作品が並んでいますので、ぜひ、高知県にも足を運んでいただきたいと思います。カツオのたたきもそうですね、土佐奈良ですから、ぜひ先ほどのありがとうございます、カツオのたたきすごく美味しいので皆さんぜひ召し上がってください。で実はこちらの、ああそうですね、そうでした、この間の、これは、高知の展示で、ギャラリートークをやってるシーンですか、はい、さっきあなたがおっしゃった等身大の、はい、ごめんなさいこっちだ、こんな、ありがとうございます、この奥に映ってるこれがそうなんですね、はい、身長1メートル80の、写真の、はい、ちょっと逆になって指摘しづらいんですけども、はい、このスケールで、展示されてます。ぜひもう高知まで、そうですね、お運びいただければと思います。直接ご覧いただければと思います。このそうですね、これが、はい、第一会場の入り口の、はい、情景ですね。迫力がある写真、 こっちか、はい、この牛のお尻に息を吹き込んでる、はい、この私のよく知られてる写真も、はい、世界中巨大サイズで展示されてます、はいね、はい、ぜひご覧くださいませ。ご紹介ありがとうございます、はいはい、どうもどうも、名残惜しいですがそろそろ終了のお時間でございます、はい、最後にこちらフォトハウス銀座大阪の野町さんの展示をご覧に来ていただく皆様にメッセージをお願いしてもよろしいですか。そうですね、私の60年間の、エッセンスが、まあ、詰まってるわけですね、はい、一番最初の写真というのは2歳の妹、はい、15歳かな、僕は、ね、16歳だ、はい、撮った写真、キャノネットで撮った写真ですね、はい、そこから始まって、よさあるまでの、はい、カメラ変歴というかそれが全部展示されてますから、はい、ね、それはそれで楽しんでいただけるんじゃないかと思います。本当にありがとうございます。ぜひお近くお越しの方、または夏休みでねちょっとこう旅行される方なんかは大阪と銀座のダミーブックを見比べていただいたりしていただけたらなと思います。今回野町さんの特別展示は9月の16日土曜日まで開催となっております。期間中は日曜日祝日のフォトハウス定休日のほか夏季休業期間がございますので、お越しになる前にご確認をお願いいたします。それでは最後になりましたが、こちら中央に展示しておりますお写真にサインをお願いいたします。はい、じゃあね、一応老眼鏡をつけないと。ありがとうございます。いいですか、失礼します。ちょっとこの、はい、はい、これでいいかな。本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。